ダイレクトカーズアマホ2オートワン宮殿くんスマイルファクトリートラベラーなごみインディアナ RV インディ727おはようございます。アストロタイガー改造機の細です。今日は2022年5月7日今日明日と広島キャンピングカーフェアが開催されます。昨年の11月よりキャンピングカーのレンタル事業を始めましたが、キャンピングカーレンタル福山としてレンタルするキャンピングカーの増車を考えています。今回のキャンピングカーフェアでは軽のキャンピングカーを中心に見ていきたいと思います。中でも気になったキャンピングカーを何台か紹介させていただきますので、レンタルしたいなと思うキャンピングカーがありましたらコメントにてお知らせください。それでは向かいたいと思います。今回宮島サービスエリア上りで仮眠して、宮島サービスエリアのスマートインターチェンジからキャンピングカーフェアに向かおうと思ってたのですが、宮島サービスエリアの上りは駐車場に入るとスマートインターチェンジから出れませんでした。ということで次の五日市インターチェンジに向かいます。そして五日市インターチェンジから広島市中小企業会館総合展示場に向かいました。広島キャンピングカーフェアの駐車場は一番近い第一特設駐車場に一度も入れたことがありません。キャンピングカーフェアは10時からですが、駐車場は8時からなので朝8時に着くように出発しました。8時前に着きましたが、駐車場は空いていたので無事に入れることができました。来年も同じとは限りませんが、9時半には門が閉まっていたので、第一特設駐車場に入れたいなら9時には来られた方がいいと思います。それでは気になったキャンピングカーを紹介させていただきますので、チャンネル登録の上ご覧ください。一通り見て回りましたが、1台目に紹介するのがこちら、ダイレクトカーズさんのアマホ2です。大きく開くリアゲートと完全開放型ポップアップルーフが目を引くキャンピングカーです。アマホはテレビ東京のガイアの夜明けで紹介されたキャンピングカーだそうです。オプションのアルミがかっこいいです。この展示車の価格は482万8800円軽のキャンピングカーなのに500万円近くするんですね。予算オーバーです。乗車定員は4名です。後ろは横向き乗車ですが、私は前向き乗車が希望です。ちょっと残念、就寝定員3名になっていますが、これは一人用ですね。2台目はこちら、インディアナ RV さんのインディ727です。後ろにバックセンサーがついています。レンタル車両としては理想的です。この展示車の価格は389万1910円です。丸窓が可愛いです。中を見せていただきました。はい、どうぞ。あ、広いですね。あ、全然広い。あ、すいません、シートベルトは
どっちにあるんですかね。そこの横向きの方。横向きで2人。そうです。あ、はいはい。こっちは後ろは乗っちゃダメですね。あ、そうなんですね。はい、わかりました。これ4人乗車ですかね。そうです。法的に4人認められてます。はいはいはい、なるほど。はい、ありがとうございます。3台目はこちら、スマイルファクトリーさんのトラベラーなごみです。この展示車の価格は409万9227円。横開きのポップアップルーフは珍しいです。ベース車両が軽トラではなくスズキエブリです。エブリの座席が残っているので後ろが前向き乗車になるのが魅力です。ポップアップルーフのタイプは4人就寝になります。4台目はこちら、オートワンさんの宮殿くんです。窓を拡張することで電子レンジ、コーヒーメーカー、ホットプレートが置けるようになっています。右側には小型の炊飯器も置けてます。シンクは折りたたみ式なので折りたたむと広く使えます。ベース車両がエブリバンなので後ろが前向き乗車なのも魅力です。ポップアップルーフのタイプは4人就寝です。こちらはポップアップなしの価格。宮殿くんポップアップルーフのこの出品車の価格は372万2400円です。最後に、これはレンタル向けではないのですが、三島ダイハツさんのクオッカワナビ。この展示車両の価格は426万740円。軽トラのパネルバンですが 12V のエアコンついてます。涼しい風が出ていました。200Aのリチウムイオンバッテリーで8時間動くそうです。室外機は床下にあるそうです。広島キャンピングカーフェアで展示されている軽キャンピングカーを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回の広島キャンピングカーフェアでは軽のキャンピングカーを中心に見てきました。キャンピングカーのレンタル事業を始めるにあたり、女性でも運転しやすいコンパクトキャブコンのマッシュを選びましたが、それでも女性の方は運転を遠慮されます。キャンピングカーレンタル福山で貸し出しするにあたり、女性の方でももっと気軽に運転できる軽のキャンピングカーの増車を考えています。ですが、私がエブリィワゴンで半年車中泊してみて思ったのですが、皆さんご存知の通り軽は狭いです。エブリィベースのキャンピングカーより軽トラベースのキャンピングカーの方が車内は少し広いと思います。また中で立てないと辛いので、ポップアップルーフのタイプなど中で立って過ごせるキャンピングカーを中心に見てきました。ですが正直に言うと、どの車両もいまいちで、これといったキャンピングカーはありませんでした。なのでまだまだしばらく悩みそうです。私は軽のキャンピングカーの種類については詳しくないので、借りてみたい軽のキャンピングカーがございましたらコメントにて教えてください。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。キャンピングカーレンタル福山では軽のキャンピングカーを増車予定です。よろしくお願いします。